マリア・シャラポワやハリウッド女優ペネロペ・クルスがデザインしたジュエリーが人気です。では知花さんのご褒美を教えてください。サマンサ・ティアランのゴールドジュエリーが私のご褒美です。知花さんのとっておきのご褒美、それはサマンサ・ティアラのゴールドジュエリー。どうしてゴールドなんでしょう。自分の肌に合う色だなというふうに思ってますし、なんかこうゴージャスになった気分がするので。ペネロペのラインは特に大人っぽいんですよ。あ、そうなんです。だからすごく気に入ってます。今日のサマンサ・ティアラですか。そうです。このゴールドのやつ、あー、いかがです。大人の女性の可愛らしさを引き出してくれるシンプルなデザインが知花さんのお気に入り。これからどういう方向に行きたいなと思ってらっしゃるんですか。国内にとどまらず海外でも活躍できるようなレポーターにレポートしてみたい人とか。男子フィギュアスケーター のジョニー・ウィアー選手、観客をこう引き込んでこう自分の演技をすることがすごく得意な選手で、レポーターになりたいっていうのはやはりそういう自分が憧れてる人とかに会えるっていうのもありますか。そうですね、もともとすごく人の話を聞くのが好きで、フランスにいた頃も一人旅をよくして、その旅先で、たくさんの人と出会いましたし、言葉が違えど共通して分かり合うものってやっぱりあるじゃないですか。いろんな方と出会って、お話をすることってすごく素敵だなと思って、未来への夢をより輝かせるサマンサ・ティアラのゴールドジュエリー、それがミス・ユニバース・ジャパン知花クララさんのとっておきのご褒美なのです。